えー、両冠おしょうです。よろしくお願いします。えー、今日これから読みう、これからの動画は、えー、私のお視聴者様から、えー、先進を通して、人生が大きく変わった、考え方が大きく変わった、えー、習慣が変わった、まあ、いろんなことがあるわけですが、これの体験談、 この体験談がいくつかございますので、えー、つつしんで、あのー、皆様にご紹介させていただこうと思います。どうかよろしくお願いいたします。<laughs> いきます。おはようございます。大阪の〇〇です。えー、今日は私もデクラスさせていただきます。えー、34歳の時、腰を痛め、 ほぼ寝たきりになりました。その時、子供は5年生と3年生で、日常生活が母や姉や周りの方々の助けで、なんとか暮らせておりました。そんな時、ある宗教を知り、奇跡的に回復いたしました。神様の実在を確信した私は、 感動し、約30年間お世話になり、そのうち20年間は幹部として、えー、務めました。しかしながら、トップの方との考え方、方向性、価値観の差に違和感が出てきて、心身ともに不調をきたし、約10年前に離れました。 しかし、お恥ずかしい話ですが、無念、悔しさ等々、表面上は普通に暮らしていても、ご法度の心は消えていませんでした。2年半前に、また足腰に、えー、心身に厳しい不調をきたし、壁にぶち当たった、ぶち当たったと思いでした。そんな時 ハッシーさんの動画に巡り合わせていただき、いただけたのですと。以前のも,ものを含め、毎日拝聴する中で、ハッシーさんの口から答えが書いてまいります。<laughs> 内観、自分の本当の、えー、内側、どんどん出てきます。思い出したくない、 当時がよみがえります。しかし、ハッシーさんの繰り返し繰り返し熱意を持って訴えてくださる姿に感銘し、日々心して実践しております。やっぱり、他力ではなく、おっしゃることを積み重ねることしかない。私をどうしても変えてくださるだろうという神様のご愛情かと、 自分がやってきたことが本当に魂からやりたかったことだったのかクエスチョン。毎日ハッシーさんの発信してくださる動画が頭で分かったではなく、魂に響きます。今、涙出そうです。くれぐれも体調管理に気配りされて、魂救いの旅を続けくださいますように。 ね、ありがとうございます。本当感謝申し上げます。えー、次、えー、<coughs> 次のね LINE、えー、を読み上げます。えー、こんばんは。ハッシーさん感動です。本当に本当に嬉しいです。私はハッシーさんと動画を通じてめぐり合わせていただけたことに 神様に感謝させていただいております。ハーシーさんからいただくお導きの言葉は、頭で分かったではなく、腹に落ちるというか、とにかくそれ以外ないと思えるのですと。動画を拝見するたびに、不思議に、まるで神様はこれが今のあなたに必要な 実践業ですよ。とでもおっしゃってるような答えが返ってきます。本当はハッシーさんと直接お話しさせていただきたいです。お忙しい中、わざわざ、えー、心遣いいただきありがたくてなりません。大阪でのお話し会お疲れ様でした。ゆっくり、えー、体癒してください。おやすみなさい。 ありがとうございます。えー、もう一つ動画を、すみません、あの、LINE を紹介させていただきます。おはようございます。えー、1ヶ月間の、えー、お話し合い、えー、いよいよ始まりますね、と。<laughs> 今朝の動画拝見しました。実際に体の面に、えー、フォーカスしていろいろ あれこれ、えー、やってきたものにとってハッシーさんがその方々にどんなことをやろうとも楽なことでは、えー、関われない自分を内観し間違っていたところ気づき認め苦しいけれども見たま磨きしていくしかないといろいろ してきたおかげでえ、お話にその通りです。ね。そういった、あの、ラインがございます。次。こんばんは。内観させていただいております。一。幼少期から中学生。工場経営の実家は、母が中心となり、多忙極め、 常に気を張った姿でした。私への、えー、なんだろう、学業の結果、言葉遣いと大変厳しく怖い存在でした。二、高校から短大、家から学校を往復するだけで、時間に厳しく、えー、友達と遊ぶこともほぼない青春時代でした。三、 30年間の信仰生活、道場で神様の御用、えた、ー、たか、たたせていただくことはありがたかったのですが、幹部にならせいただいて、トップの方との方向性、価値観、信頼感の喪失と、辛く悲しい日々が、 以上を踏まえての内観です。子供がない中、母の、えー、めを幼女として4年後生まれた私を大切にかつ厳しく育ててくれたと思います。きっといい子に成績優秀との願いがあったのだと。それが今のいい子ちゃん。考えに幅がない。 咎めの人を、えー、責める。自分に厳しく。人にも厳しいという私です。私ではと。また、えー、道場ではトップのお,おっしゃることに素直に、はい、と言えず、自分の思いを強く持ってしまいました。柔軟性が欠如していて、使いにくい存在だったんではないかと。 ご法度の心いっぱい、菩薩下座業の至らなさ、我と慢心、同情調にすれば使いにくい嫌な存在だったと。内観させていただきまして、一、かなり硬い我の棒を削らせていただき、ご法度の心を心がけさせていただき いただくこと。に、愛のワークを忘れず、自分を愛の心で包み込む、すべてのベースであること忘れない。内観積み上げさせていただきます。ということで、約10分経ちましたので、まず一つ目の、えー、投稿されてくださった方の、えー、先進に対する、 LINE をご紹介させていただきました。大変にありがとうございました。